目のカードへようこそ。今日は実況が西岡明彦、解説は福西崇史さんにお願いしています。素晴らしい試合になりそうですね。今から楽しみです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。さあキックオフです。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ルーズボールになっています。ハモン・ロペス、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。シュートを狙う。ここはランゲラクが見事に止めました。長澤俊、おっとボールはラインを割りました。コーナーキックですね。コーナーから中へ。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。打ってきた。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。初めてのシュートチャンスを見事ものにしました。素晴らしい決定力ですね。意思の疎通もバッチリでした。ゲームも開始しておよそ10分、早くもゴールが生まれています。ハモン・ロペス、狙っていった。キーパー弾く。エドアルド・ネット、これは相手にパスしてしまいました。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。ここは簡単にボールを渡してしまった。これは見事なインターセプト。見事な視野です。スペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。このシュートが外れた。どうしたんでしょうか。余計な力が入ったかもしれません。決めたかったでしょうね。エドアルド・ネット、ファールの判定です。フリーキックですね。エドアルド・ネット、ここから先の出しどころに苦労している様子です。
ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。ここはタッチに逃れます。ディフェンスが甘かったですね。よく、このシュートはどうだ。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。素晴らしいボールです。ここは強引なロングシュート。止めました、止めました。素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。これはコーナーキック。長澤俊、ここはクリアされました。ここで折り返したい。入るか。バーの上に弾き出す。ここはコーナーキックになりました。ボールはゴール前へ。蜂須賀浩二、守備への切り替えが早い。ここで止めます。さあスタジアムのシュートは入るか。このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って難しかったですね。長澤俊、このパスは読んでいました。中央にクロスが上がった。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。チャンスは続きます。スローインです。スコアは1対0。後半は名古屋グランパスのキックオフで始まります。パスコースにはディフェンスがいます。絶妙なパス。これは味方に通らないか。キーパーファインセーブ。これを止めますか。長澤俊、いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。プレスを受ける。カットします。やはりこの位置ですとオイストレ、最高のボールが出た。キーパー、ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。これはいけません。あっさりとパスカット。ゴールキーパーが見事に止めた。コーナーキックで続きます。ここに来て明らかに試合の主導権を握っていますね。このコーナーでサポーターの声もひときわ大きくなりました。このボールは決定的ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。わずかに触っているんですね。あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。別のアングルからご覧ください。これは相手にパスしてしまいました。スペースへのボール、入った。これはナイスシュート。これは見事なシュートです。ペナルティエリアで持たれて低めに決められてしまうと、守る方としてはどうしようもないですよね。このゴールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。強いチームですね。このままいけばまだまだゴールを奪えそうです。この展開を誰が予想したでしょうか。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。
中を確認したい。中谷慎之介、これはサイドを上がれそうです。入るか。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。長澤俊、ここはよくスペースが見えていました。ここでシュート、ゴールです。ゴールゴール至近距離から決めてきました。さらに得点も追加しました。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。まだまだゴールが生まれそうですよ。かなり一方的な試合展開です。タックルが決まりましたが、スローインです。長谷川アリアジャスール、このパスはダメでした。通りません。ハモン・ロペス、素晴らしいボールです。このスルーパスは長すぎたか。入った。かなり距離がありましたが、鮮やかな得点を奪いました。キーパーの位置をよく見ていたんでしょうね。お見事でした。スタジアムがまだどよめいています。これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはキーパーが簡単に抑えました。パスコースにはディフェンスがいます。素晴らしいスルーパス、ゴールだ。これで今日3発目ですよ。絶好調ですね。鮮やかなハットトリック、全く止まりません。攻撃の中心ですね。今日はどれだけ取るんでしょうか。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ここはフリーキックになります。シュートを狙う。シュートは決まらず、追加点のチャンスを逃しました。シュートだ。さあ誰を狙うのでしょうか。ゴール前に入れた。中央へのボールはクリアされました。ここで狙いたい。振り抜いた。セットプレーのチャンスです。中に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。ボールを失いました。シュートは入るか。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ハットトリックは最高でした。